3から5歳児向け用事用大便器、用事用便器とは、幼児が使いやすいように通常の便器よりも小さく、設計された大便器、小便器のことである。おまるのような大きさでありながら、用を足した後に一般便器と同じように流すことができるため、トイレットトレーニングにも活用されている。奥から3、5歳児向け用事用大便器、用事用小便器、 大人用便器を主に幼稚園や保育園、認定子も園、複合商業施設、公共施設などの子供用トイレや他目的トイレに設置されている。日本の主な製造メーカーには、衛生陶器などの製造を手掛ける東東、リクシルの2社と遊具などの幼児用器具の製造などを手掛ける、弱閲、住宅用設備機器などの開発及び製造、販売を手掛ける台は火星がある。 商品名はメーカーにより多少異なるが、多くの場合、幼児用大便器、幼児用小便器と記載することが多い。種類は各メーカーにより異なるが、多くの場合、1から2歳児向け幼児用大便器、3から5歳児向け幼児用大便器、幼児用和風大便器、幼児用小便器の4種類である。給水方式には、主に、ロータンク式、または、 フラッシュバルブ式のどちらかが採用されている。最近では、節水タイプのものや、幼児の軽い力でも、簡単に水が流せるように通常のハンドルよりも、長くしたタイプのフラッシュバルブや、大小の流し分けをなくした上から軽く押すだけで、洗浄が行えるタイプのロータンクを搭載したもの、便座に保温機能やおしっこの飛び散りを防ぐガードを、搭載したものなども発売されている。 幼児用,用和風便器。ここでは YouTube にアップされた便器洗浄の様子が含まれた映像を種類ごとに一つ紹介。またこのコーで紹介する動画は、宣伝や売名を目的としたものではなく、実際に使われている幼児用,用便器について理解していただくために掲載したものである。TOTO 製、リクシル、イ i n a c 製弱越製大和火星製。ありがとうございます。